ま、嘘だよな、嘘だよな、おい。テレビ出演のオファーも来るかもしれませんね。マメッチ、テレビをなめるなよ。あれ、もしかしてこれじゃまだ作れないんだ。寿司ボーリング屋さんやりたいんだけど、これ寿司屋とボーリング屋さん3階建てにしなきゃいけないのかな。久々に寿司屋で遊ぶか。ヤッホーマメッチ、お友達を連れてきたよ。マメッチ、ありがとうございます。もう一回立つだけでリセットされてるわ。おい、次のメンツ濃いな。うそん。嘘でしょ。厳しい。めめっち、抹茶じゃねえや、めっちゃ連れてきてくれるやん、友達。また来るにゃん。あれ、めめっちのママだよね。あれ、これめめっちの子供の頃。え、何これ、時間軸がめちゃくちゃになってる。このロボ何、このロボ過去からめめっちのママとめめっちを連れてきちゃったの。ドラえもんかな。迷うのだ。野田くんかな、野田クリスタルかな、名前。てかめめっちのパパもいるやん。めめっちのパパショックだっただろうな、ママが先に来てて。何この濃いメンツ。マメッチ、次も期待してるよ。ではまた、ドコムッチ、お疲れ様です。マメッチのママがいてちょっと緊張しちゃいましたね。え、どれ。消去法でいくとあいつだったんだけど。なんか変なやつ来てんな。あの、飲食店に馬入れるのやめてもらっていいですか。あ、他人なんだ。あの、馬で椅子座るのやめてもらっていいですか。なんかメメッチパパ活してない。メメッチなんか何回も店来るし、なんかおじさんと来るよね。メメッチパパ活してない、これ大丈夫かな。不安になってきた。すごく美味しかった、びっくりしちゃった。ほら、毎回初見のリアクションしてんだよな、メメッチ。考えて座るよ、先生。おい、複雑なメンツが来たな。パパとママ違う組み合わせできた。これメメッチとマメッチのパパの組み合わせも嫌だし、マメッチのパパとクチパッチのママの組み合わせも嫌だ。全員バラバラに座ってくれ。どちらかに寄るのはやめてくれ、頼む。助かった。助かった。パパ信じてたよ。しゃあ、いや、もう姫が来たから元気です。で、噛んでサーモン、噛んでタコ、ケーキ、イカ、あ、エビだ、エビ。テケテッテケテッテン、これどうなんだろう。あ、寿司連れてきてもらえなかったやつも参加してるわ、かわいそうに。そんな寿司ないのよ。来たー、3階建て。よし、じゃあ早速寿司ボーリング屋買収するか。もうやばい予感しかないよ、これ寿司の上にピン乗ってるもん。もう飲食店として失格だよ。寿司ボーリング屋さん行ってみましょう。嘘だろ。おい、嘘だろ。これ以上食べ物を粗末にするんじゃねえよ。美味しくて楽しい寿司ボーリング場へようこそ。これが今話題の寿司ボーリング場だっち。まあ話題になるだろうね、炎上してるだろうね、多分ね、ツイッターで。ドコムッチがお寿司を並べるまでお待ちください。は？レーンの点滅する場所にお寿司を置いてください。嘘だよな、嘘だよな、おい。
想像を超えてくる。なるほど、あの食いたがってるやつを乗せないといけないのか。やばい、俺てっきり寿司を玉で蹴散らすっていう最悪な遊びだと思ったんだけど、ちゃんと食べるんだ。怖っ、この人たち怖っ。ちょっと待って、これ姫もやるってこと？姫のあのアングル見たすぎるでしょ。今から全員のあのアングル見れると思うとめっちゃ楽しみなんだけど。ボーリング場みたいなお寿司屋さんだね。その通り、寿司は寿司でも寿司ボーリングですから。何言っとんねんこいつ。お寿司もボーリングも大好きなんだ。それなら寿司ボーリングはぴったりですね。もうついていけないこの人たちに助けて。助けて、ついていけないよ。どうやって戻ってんの？ロードッチのアップ気に、安全がどうなるのかすごい気になるわ。体が汚れない？心配なく。どの口が言っとんねん。安全ちゃんとフォントで作ってあったね。安全のフォントダサすぎる。俺も思った、それ昔のパソコンのフォントだよね、あれね。全然安全じゃねえし、安全からかけ離れた行為、安全からかけ離れし行為。美味しくて楽しい寿司ボーリングって最高。ありがとうございます。もう自由に生きてください。バカって何のお店なの。そんな子に滑らしたらあかん。あかん、こんな子に滑らしたら。合体だけに食いついてるからダメだって。やめろお豆っち、やめろやめろ。一番ボーリングじゃん。食べたいお寿司が並んでるといいな。それはどこむち次第なんです。気まぐれでいいんだ。パンツが破けそう。どこがパンツなの？ビビッチはパンツを履いてないから大丈夫。おもろすぎるこの人たち。寿司ボーリングはいかがでしたか？面白おいしい。面白かっこいいぜみたいに言うな。魔人英雄伝渡るみたいに言うな。彼は縦になって流れてくるのかな、それとも横のまま流れてくるのかな。縦でした。一番楽しんでるやつ来たわ。サーモン。あ、俺何やってんだろ。当分来なさそうだね姫ね。ちょっと一回モール戻りますわ。ってことはライブハウスとクリニックをまた3階にしなきゃいけないでしょ。じゃあ今日ライブハウス最初にやったからクリニックやるか。あ、そらジローだ。今日多分今頃そらジロー、あれそらジローって呼ばれてるだろうね、ニュースで。ここにいるから。そらジロー、あれそらジロー、そらジロー、今頃大パニックですわ。あれ鼻水消えね。あ、長押し？あ、消えた。びっくりした、急に真顔になった。怖っ、顔怖っ。真顔めっちゃ怖いやん。そらジロー真顔怖っ。はい、プラシーボー。ドンドン、それからドコムチ、なんとライブハウス屋さんとクリニック屋さんを合体させたクリニックライブ屋さんができるようになったんですよ。行ってみようか、クリニックライブハウス屋さん。どういう意味なの？クリニックライブどういう意味これ、マジで意味不明じゃない。ク
クラスター発生です。何これ、しかも一人目の客がホウ・タイコ先生じゃん。どうなんのこれマジで、予想がつかなすぎる。何この最終回みたいな絵面、どういうこと。椅子のとこにいる人が患者さんで後ろがオーディエンスってこと。なんでオーディエンスいんのこれ。ホウ・タイコ先生の治療ライブ。こいつら狂ってやがる。あーやばい、なんかやべえ宗教だこれ、やべえわ、やばいやばい、逃げようみんな、やばいです。お大事に。マメ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 ッチチッチッタマタマチッタマガンタマ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 ゴッチ。まさかのお大事に自分で言わなきゃいけないんだけど、やべえだろこいつら、狂ってるよ。たまごっち、お大事に。めめめめめっち、めめめっち、あーくじねー、じゃん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 ち、むちゃくちゃむずい。ごっちごっちごっちっち。なんだこれ。気のせいだよ。今こそ言わしてもらうわ。はい、プラシーボ。恐ろしいこの人たち、マジで怖い、怖くなってきた。ホラーゲームだこれ。あ、全員帰った。あれ、全員帰ったよ。観客入れ替え制なんだ。ダンタラッタ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 ッ。ここがやばいよね。このここがなんかこのゲームの中で一番やばい瞬間じゃない。皆さんクリニックライブへようこそ。患者様はとても具合が悪いキャンバス先生。どっかのやばい金持ちの趣味なんや。大変よくできました。はあ、ドコムスの調子が悪くなってきたわ。ちょっともうこのライブ会場から今すぐ去りたいから出るわ。ちょっと一回戻ってみて考えます。寿司ボーリング屋に。奥太郎か、来るかな姫。来ねえか。来ねえか。皆さん、僕限界です。今日はここでおしまいです。姫のボーリング画を僕責任持ってあの動画撮っとくんで、動画の最後にくっつけます。今日はもう寝ます。さよなら。これ一人でやってんのやばいと思う。